ノイシュタット・バイ・コーブルク。ノイシュタット・バイ・コーブルクは、ドイツ、オーバー・フランケン行政管区、コーブルク軍に属する大規模軍都市。ノイシュタット・バイ・コーブルクは、コーブルク軍の北東部、チューリンゲンの森の南縁に面した広い盆地に位置する。ノイブルクの、故郷の山ムップベルクの麓の町。地域の中を、レーデン川と主体の葉川が流れている。本市は、 公式には二十二の集落からなる。ノイシュタットは十二世紀の後半に、レーデン川の都市地に設けられた税関に期限を持つ。1248年には、市の開催権が与えられ、1316年には、シュタット都市となった。1353年には、ベッティン家のコーブルク保護区一部となり、これ以降現在の紋章を用いている。この町は、 ニュルンベルクとライプツヒトを結ぶ軍用路、交易路上に位置しており、霊ン川を渡る都市地や橋の通行税で潤い、また日用品の調達や宿場町としても発展した。14世紀には白尺家の法廷が置かれた。中世の終わり頃には約570人の人口を要していた。宗教改革の動きは他の作戦選定綱領と同様、 早い時期からもたらされた。正確な時期は不明だが1525年から1528年の間には初代の福音派説教者が任命されている。また、1530年にはマルティンルターが訪れ、聖金曜日の説教を行っている。30年戦争では、街道沿いにある、その位置のため、敵対する各軍が利用し、あるいは破壊した。 領主の中立的立場にもかかわらず、兵の通行は大規模な破壊を免れなかった。1636年、敵州とは無関係だが、大火災が起こり、火事場の190件中運用区、残ったのはわずか36件であった。1839年に2度目の大火があり、226件の家のうち179件が瓦礫と灰に化した。 視聴者も記録類と共に焼けてしまった。ンゲ源の森を越え、家具職人、玩具職人をはじめとする木材加工の職人が移り住んだ。1600年頃には、近隣のゾンネベルクからビスマスを含有した新しい塗料がもたらされ、彩色が発見した。1748年にノイシュタットに定住したヨハン・アンドレアス・グライナーは、その代表的な職人である。 その後おもちゃ作りは業務が細分化された産業として発展を遂げ、特に人形作りが盛んとなる。有名なマックス・オスカー・アルノルトのような大規模な企業体も出現した。1870年頃には輸出による飛躍的な発展を経験するが、世界大戦により販路が閉ざされてしまった。第二次大戦後には中林源の森からガラス産業がもたらされた。 1918年に第一次世界大戦が終結し、君主制の時代が終わった。ノイスタットは、チューリンゲン州に入るか、バイエルン州に入るかを住民投票で決することとしたが、住民は圧倒的な票差でバイエルン州を選択した。これには、起業家で政治家であったマックス・オスカー・アルノルトが、精力的に働きかけたことも関係している。 1927年、国家社会主義者たちは、フランケンの人大する集会を、ノイシュタットで開催し、アドルフ・ヒトラーも、この集会で演説を行った。1932年の選挙では、左翼政党、ドイツ社会民主党とドイツ共産党の得票数を、国家社会主義政党のそれが上回った。 1934年には国家社会主義ドイツ労働者等に属さない市長が更迭された。1937年にジーメンス社のケーブル、電線工場がノイブルクに開設され、1944年にはラーフェンスブリュック強制収容所に拘留されたユダヤ系ハンガリー人の妻たち400人が過酷な肉体労働を強いられた。この人々は 1945年にアメリカ軍によって解放された後は、チェコ方面に移送された。1945年から1989年までの間、ノイシュタットは国境地域となり、それまで経済的に親密な関係にあったゾンネベルク及びその周辺地域との交流も断絶した。しかし、その一方で国境地域支援プログラムにより、 この地域に移転してきた企業には支援が与えられた。70年代の市町村再編で21の自治体が合併したが、軍事優都市の地位を失った。毎年7月の土曜日に子供祭りが開催される。この祭りの起源は、かつてのグレゴリウス祭と言われ、450年以上の伝統を誇っている。1995年以降、 現代の人形文化への貢献に対して、マックス・オスカー・アルノルト賞が制定され、焦点の祝日の週に行われる、国際人形フェスティバルで、その表彰が行われる。市議会は21議席からなる。ズ柄、ガラ、金字に日本の音赤い爪を持つ黒石。1996年以降、ノイシュタットには、ローカルテレビ局の NECTV が開局している。 1937年2月1日、この町は、ジーメンス・シュケル・トベルク、株式会社、ノイブルクケーブル工場を受け入れた。この工場は、21世紀に至るまでこの町の経済的な基盤を形成し続けている。1975年には、その従業員数は、文工場も含めて3400人に及び、工業家の立ち遅れた国境地域の経済における東大となっていた。 テレネック社はテレビ放送、ラジオ放送、あるいはインターネットで用いられる広域帯ケーブルやグラスファイバー通信網をこの街に提供している。かつてのドイツ内の国境に位置していたことから再統一から10年以上を経てもその道路の接続は十分でない。ノイシュタットにはコーブルク及びゾンネベルクを結ぶ修道2202とクーナハへ向かう修道2708。 そしてリヒテンフェルスウェイク、軍道 CO11 が地域外道路網に接続しているが、2006年現在、連邦道路やアウトバーンは走っていない。連邦アウトバーン73や、連邦道 B999、レーデンタールを迂回するが完成する2008年には、直接アウトバーンに乗り入れることができるようになる。第二次世界大戦後まで。 コーブルクからゾンネベルクへつながる鉄道がつながっていた。チューリンゲンへの鉄道は第二次世界大戦後も残された。また、これに接続する主体ナハタール鉄道と呼ばれる路線があった。現在のイシュタットに編入されているフィルトアムベルクまでは1975年6月1日まで私鉄が主体ナハタール鉄道を運営していた。ドイツ分裂によって ノイシュタットとゾンネベルクとの間の鉄道交通は遮られた。このため、ノイシュタットはコーブルクゾンネベルク間の路線の終着駅となった。東西ドイツ再統一後の1992年、この路線は再び運行を始めた。レーデンタールでは、マインフランケン方言の一種である、イッツグリュンディシュ方言が話されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。